横顔、上田進。1、壊滅したという、そうかもしれないという、健在だという、そうかもしれないと思う。地下に追い込められた者は、ますます深く地下に潜り込んだのだ。俺たちには点で見当がつかなくなったのだ。2、棒の白い蒸気が灰色の空にちぎれ飛んだ。午前6時の川風が雪混じりの雨を赤レンガに叩きつけ、油染みたガラス窓をゆすぶった。肩をすぼめた俺たちの行列が鉄門の外にまだ長く続いていた。3、泥んこの道がやけに尺に触る。尺に触るから大股で歩いてゆく。口の開いたゴム長の鼻先にビラが落ちてきた。顔を上げると頭の上に赤や木のビラが舞っていた。風が一吹き強く吹いて、みぞれの中にビラが一段と激しく散った。向こうを見た。厚いコンクリの塀が立ってるだけだった。4、どこから舞ってきたのか、どんな人が舞いたのか、俺たちは知らなかった。俺たちの中にいる人かもしれぬ。だが、確かに、今この手に俺たちはビラを握っている。日本共産党のビラを。これは夢じゃない。空、ひっぱたかれたら痛かろうが。本当だ。隠しじゃダメだ。肌へつけときな。よし。いや、もう一度見て。左の下の隅の五つの文字。見つめていると、レーニンの顔になって、笑い出して、踊り出して、ぼやけた。いけねえ。涙で鼻が詰まって。6、ピチャピチャ、急に足音が高くなり、行列が騒がしくなった。俺たちは胸を張って工場へ入ってった。俺たちはプロレタリアだぜ。7、目の底に染みついた、頭の心に焼き付いた、この5つの文字。それが胸の中をひっかきむしる。8、おいでなすったな、監督さん。パイコを連れてさ。出すもんかい。こら、俺たちのお守りだ。へん、ざまあ見やがれだ。9、俺たちは見た。俺たちは知った。俺たちの塔は健在だ。俺たちは、やけに嬉しいんだ。おお、その胸に抱かれているのは、地下に健在な塔がちらりと見せた、小さい四角な、赤いシルエット。1930年3月6日作、戦記同年6月号に発表。1931年8月、戦記社刊。1931年版日本プロレタリア詩集を定本。